どうも、ものおきとです。皆さん、孫子スタイルって聞いたことがありますか？僕はないです。が、今回の動画を作るにあたって、このワードに行き着きました。孫子スタイルっていうのは、アメリカのプログラマーで、フリーソフトウェア活動家のリチャード・ストールマンっていう方が、ラップトップの上に、とある外付けキーボードを乗っけて使っている画像が元になっているそうです。で、そのキーボードっていうのが、このハッピーハッキングキーボードです。ちなみになぜリチャード・ストールマンを孫子と呼ぶのかっていうのは、ハッカーでありプログラマーとしてのね、貢献に対しての畏敬の念を込めて、そう呼んでいるとネットでは出ていました。で、僕がなぜね、このハッピーハッキングキーボードを使っているかっていう話になるんですが、今現在僕がメインで使っている PC が MacBook Pro のね、2016年モデルです。で、このキーボードがめちゃくちゃ打ちづらいんですよ。その前まではね、MacBook Air を使っていたんですけれど、2015年のMacBook から Apple のね、ラップトップのキーボードがバタフライキーボードっていうのに変わったんですよ。もう高さがね、すごい抑えられてて、もう打鍵感もね、すごいペチ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 みたいな感じの、すぐ底付き感があるというか、まあ、とにかく薄くて、僕としてはめちゃくちゃ打ちづらくなったんですね。で、そんなわけでね、この MacBook Pro にしてから、もうタイプミスがすごく増えて、打ちづらいなってずっと感じてたんですね。で、そこから本当に使いやすいキーボードを探し始めて、もう本当にいろんなタイプのキーボードがあるんですよ。まあ、よくあるその低価格で販売されているキーボードで使われているのがメンブレン式だとか、まあ、ラップトップでよく使われているパンダグラフ式とか、ゲーミング PC とかで使われているメカニカルキーボード、接点接触型っていうらしいんですけど、まあ、その中でもその中に使われている軸がね、なんか赤軸とか青軸とか、まあ、白軸とか、まあ、いろいろあるんですよ。でもそうなってくるとね、もう実際に自分でタイピングしてみないと決められないっていうことで、もう大型家電量販店とかにも実際に行ってめちゃくちゃ試してきたんですね。で、その結果、静電容量無接点型って言われるタイプの、キーボードが、自分には合ってるなと思って、今回ね、この PFU のハッピーハッキングキーボードにしたという経緯です。で、このキーボードはめちゃくちゃ打ってて気持ちいいんですね。もうスコ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 みたいな感じで、キーストロークがすごく深いんですね。4ミリだったかな。なんかね、もう癖になるというか中毒性があるようなキーボードで、僕が買ったのはね、US 配列のタイプで、かなりキー配列が特殊で、もう慣れがね、すごく必要なんですけど、乗りこなしてくるとね、めちゃくちゃ愛着が湧いてくる、まあ、そんなキーボードです。まあ、ただね、すっごい高いです。ただキーボードってそのパソコンを取り扱う上でね、直接手が触れるところのインターフェースだから、もうそこはしっかりこだわりを持ちたいなって、まあ、当時思って、まあ、これも投資だと思って思い切って買ったんですけど、そのハッピーハッキングキーボードをこの MacBook Pro と一緒に使う時に、すごく気になってた点がいくつかあって、まずね、その設置方法ですね。ラップトップの前にね、こう設置すると、その設置面積がめちゃくちゃ大きくなっちゃうんですよね。まあ、特にね、軽トラモバイルハウスのシェルの中はね、そのスペースがやっぱ狭いんで、この置き方だとね、かなり辛い部分があったんですね。で、使わないキーボードをね、出したまま、まあ、キーボードが2つ並んでるっていう絵面も間抜けだし、ケーブルがトラックパッドの上を通って、トラックパッドがすごい使いづらくなっちゃうっていう問題もあって、なんとかこのハッピーハッキングキーボードをMacBook Pro の、ね、キーボードの上に乗っけられないかなと思っていろいろ調べてたら、そういうことをする行為自体がその孫子スタイルだったっていうところで、今回ね、この孫子スタイルというキーワードを知ったんですけれど、ただハッピーハッキングキーボードを Mac の、ね、キーボードの上に乗せてしまうとね、いろいろ支障が出るんで、いろいろ調べてみると Mac のキーボード自体を無効化するっていうやり方もあったんですけど、なんかね、こうキーボードの上に直接なんか物を乗せておくことに抵抗感があったんで、まあ、その案は却下して、その孫子スタイルをする専用に、もともとのそのラップトップのキーボードの上にね、この透明のアクリルのケース、まあ、キーボードブリッジっていうらしいんですけど、まあ、そういうのをかました上にハッピーハッキングキーボードを乗せるっていうやり方もあったんですけど、なんかそれやるんだったら、もうハッピーハッキングキーボード自体に足つけちゃって浮かせてもいいんじゃないって思って、家の押し入れの中にね、なんか足になりそうなものないかなと思って探してみたら、もういつどこで使ったか分かんないような、なんか黒いチューブ型のね、ゴムが出てきたんで、まあ、それをね、使って足作ろうかなと思いました。まあ、やり方はね、すごいシンプルなんですけど、ゴムチューブの裏に両面テープを貼っつけて、
ハサミでね4つちょきちょきと切っていって、キーボードの裏側の端っこにね、貼り付けました。ギリギリこの端っこにつけないと MacBook Pro のキーボードに干渉しちゃいます。で、全部足がついたらもうこれで完成なんですけれど、このままキーボードオンキーボードをしてしまうと、ハッピーハッキングキーボードの裏側のね USB ケーブルが画面に干渉して、ちゃんとねいい場所に置けないですね。で、どうしたかというと、コネクターの部分をね L 字に変えました。で、コネクター部分を L 字にしたついでに、ケーブルもね、巻き取り式にしました。結構見た目もねミニマルな感じになりました。で、これでバッチリ損失スタイルが出来上がったんですけれど、どうもねその足をつけた分だけやっぱりこう高さが出ちゃって打ちづらくなったんですね。ちょっと手が疲れるというか。で、パームレストが欲しいなって思い始めて、高さを測ってみたら2センチぐらいのパームレストがあればいいなと思って、まあ、家の周りのねあの廃材をいろいろ探してたら、まあ、ちょうど2センチの板があって、で、かつ端がねこう斜めになってる板切れが転がったんで、それを使うことにしました。いいね。チークオイルを塗ってから数日が経ちました。形状がねだいぶ変わっているんですが、実はね試しに MacBook Pro にね乗せてみたら、なんかちょっとでかいな。なんかここの斜めのところがあまり意味がない気がする。もうちょっと切ってここも深くしようみたいな感じだったんで、極限までね小さく削ってみました。で、この角の部分も MacBook Pro の形状に合わせてね R をつけました。左右のパームレストをねつなぐこのブリッジの部分もね、もうこれ以上いくとねパキンと折れそうなんで、この辺りで止めときました。じゃあ1000番のサンドペーパーでちょっと磨いていきます。きたー、ぴったり。あと滑り止めもいい感じですね。おー、かなり持ちやすい。てなわけで無事完成したんですけど、すごく打ちやすくなりました。トラックパッドも高さが出た分ね、ちょっと指を伸ばさなきゃいけなくなったんですけど、その開口部の部分を広めに取ってね、かつ斜めにカットしたんで、全然実用性に支障はない感じです。でね、全体的な見た目としてはね、もう MacBook Pro が持っているその Apple が考える繊細でミニマルなデザイン性みたいなのを全部ぶち壊したというか、全否定したというかね、もうアイブが見たら助走つけて殴るレベルな感じにはなってしまったんですけれど、そもそも僕としてはね、この手の、まあ、ラップトップとか、まあ、スマホもそうなんですけど、もう薄ければいいみたいな、なんか薄いが正義みたいな、そういう風潮にねちょっと思うところがあるんですよ。人間の体のパーツって基本的には変わらなくて普遍的なものだから、まあ、それに合ったね、それに最適化されたプロダクトを作ってほしいって思うんですよね。まあ、特にスマホとかでもうこんな薄っぺらいねガラスの板みたいな感じにされちゃうとね、もうポケットに入れたら割れるとか折れるみたいな、まあ、そんななんか繊細な美は求めてないんですよ。あくまでね普段使いの道具なんで、まあなんでね、そもそもこんな損失スタイルとか、それに合わせたパームレストを作るみたいなね、まあ、そういうことをね僕にさせないようなものづくりをしてもらえたらなって思いました。まあ、ちょっと愚痴っぽい感じになっちゃいましたけど、まあ、使いづらいものをね工夫して自分色のね道具に変えていくっていうのはね僕結構好きなんで、まあ、今後もねいろんな工夫をして DIY していこうと思います。
まあ、今回はね、家の周りに転がってた廃材で孫子スタイルをね自作で作ってみたんですけれど、このハッピーハッキングキーボードは、まあ、確かに値段はすごくするんですけれど、長時間 PC を使う人とか、特にブロガーさんとかライターさん、あとプログラマーさんとかね、タイピングすることを生業にしている方にはかなりおすすめできるキーボードだと思います。まあ、現時点で PC を扱う上でね、まあ、スタンダードなインターフェースであるキーボードっていうのは直接手で触れる場所でもあるし、まあ、デジタルの世界をアナログのこの環境とつなぐ架け橋みたいなインターフェースなんで、そういうところにね、まあ、ちょっと背伸びをしていいものを使うっていう選択肢っていうのは、まあ、個人的にはありだと思います。というわけで、この自作の孫子スタイルで今後もね、いい仕事をしていこうと思います。じゃあ今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。モノヒトでした。ではでは。